はい、今回の価格調査はネクラドルマゲドン、エスカルデンやガードホールの高騰要因となった新しいデッキタイプですね。こちらのデッキの最低レートと最高レートを調査してきました。まず最初、フェアリーライフ、最低レートで50円。最高レートが初期プロモで9000円ですね。で、白米男爵が700円。エスカルデンが1200円。エスカルデンは一時期2000円近くまで上がったんでちょっと落ちましたね。で、ベルヘルデスカルがデッキ版の方が500円で、ミステリーパックの方が600円。で、次、メメントモリジング。通常柄が200円で、GP 柄が3500円。このカード一時期4000円超えてたんですけど、殿堂入りを危惧してるんでしょうかね。前世紀に比べるとちょっと落ちてます。で、次、ダークマスターズが800円。これ一時期100円とかだったんで、もうとんでもないことになってます。で、カラセミドミノが500円。サイクリカが700円。ハヤブサ丸が最低レート50円の最高レートがモードチェンジですね。3200円します。で、次、オリオティスジャッジですね。最低レートが600円で、最高レートなんですけど、メルカリの履歴を見ると一番高くて4万6000円でした。ただ、全部売れてて、最近やっぱこういうデッキの影響もあって需要が上がってるんですよ。で、そうなった時に、まず4万6000円で効かないなと思って、まあうちだったら6万出すなと思ったんで6万で付きます。で、次ガードホール、これ通常柄で500円で、 BBP 柄が1400円ですね。ガードホールも一時期なぜか2000円まで行ってたんですけど、最近ちょっと戻ってます。で、次サイゾーミストですね。これ通常柄でなんと1300円、 UGC だと1700円します。再録したレアカード以下で1000円超えてるのは多分これだけですね。で、次ハンゾー、通常柄が150円でプロモがなんと7000円。一時期4000円ぐらいまで落ちたんですけど、複数投入するデッキが増えてからまた値段上がってきてます。で、次超次元ボルグサンダー、通常柄が300円のメモリアル柄が400円、ガンビートが通常500円のプロモ800円、ディアボロスゼータが1400円。完全にこのデッキの影響で値段が上がってます。で、次勝利のガイルカイザー、銀枠でなんと1500円、メモリアル柄が2300円します。で、深海アナスが通常150円のプロモが600円、クソ高くなってますね。で、アンタッチャブルが50円、ラストストームがゴールデンベスト版が400円のシークレットが2200円です。で、ギャラクシーが1000円、これも多分このデッキの影響で値段上がってますね。で、最後、ドルマゲドンですが、通常から900円で、全国大会優勝版が300万。というわけで、トータル金額、最低レートで29,250円、最高レートで34,7300円です。紙一桁がドルマゲドンのせいなのがかなりわかりやすいですね。まあ、なので、ドルマゲドン以外を最高レートで組んだ場合は35万ぐらいです。現環境かなり強いデッキタイプですので、作ってみたい方はぜひ。というわけで以上、ネクラドルマゲドンの価格調査でした。